商店 SP と仮想大賞の公開放送が行われた高楽園ホール2年越し超超興奮行天聖テレビは1994年12月31日18時30分から1995年1月1日22時54分まで日本テレビ系列で放送されたバラエティ番組日本テレビでは 毎年8月下旬に放送されている恒例24時間テレビ、愛は地球を救うより長い28時間24分の日本テレビ最長の長時間バラエティ番組で、従来の24時間テレビとは違いメイン司会者を設けず、毎年正月恒例の新春、ズームイン、朝、平成あっぱれ、テレビ、新春商店スペシャルといった番組に加え、日本テレビで久々となる、 大晦日の夜に野球圏を中心に放送するダウンタウンの裏番組をぶっ飛ばせ、や、雲南世界征服宣言と進め、電波少年をタッグを組んだ池都市恋年などがあった。当時、企画は1995年のカウントダウン開始から南雲宇宙征服宣言番組終了まで、南原清隆が香川県高松市のゴール会場までママチャリを走り、 見事ゴールまでたどり着き、雲南世界征服宣言の企画だったままチャリが終了した。18時30分ダウンタウンの裏番組をぶっ飛ばせ。大晦日スペシャル23時45分池としこい。年零時30分大好き。新春スペシャル一部地域は除く2時30分。どんまい。煩悩バラエティ。一部地域は除く7時新春。ズームイン。朝。九時三十分。 平成あっぱれテレビ一部地域は飛び降りのぼねがあった16時30分新春、商店スペシャル。18時33分金ちゃんの新春爆笑仮装コンテスト。第44回全日本仮想大賞21時、南雲宇宙制服宣言系列局である。山梨放送は12月31日の大好き新春 SP とドンマイ。盆濃バラエティ。 を放送せず、自社制作の新春特別番組と、高校サッカーハイライトで、放送終了し、1月1日の NNN 町のニュースから、放送開始し、平成あっぱれテレビの途中で、自社制作の新春特別番組のため飛び降りし、新春商店スペシャルから最後まで放送した。また、山形放送、高知放送も、どんまい。を放送せず、 自社制作の新春特別番組と劇場映画を一本放送した後放送終了した。なお、上記の3曲は2007年12月31日から2008年1月1日に編成された同種子のバラエティ番組ゾーン26時間ちょっとテレビの深夜枠においても同様の方針を取った。詳しくは当該校を参照のこと。また、この年に 高校サッカーの1回戦が前年の1月2日から毎年12月31日へ移行した。そのため、地元代表校が12月31日に試合が組まれた場合には、プラス1などの夕方のローカルニュースだけで試合結果を伝えた。ダウンタウンの裏番組をぶっ飛ばせ。と、平成あっぱれテレビの放送中に女性の裸の映像が多く出てしまったことで、 放送終了後、子供が見ている時間に、女性の裸が出ている、元旦で見るような番組でないなどの批判が、放送局に寄せられ、視聴率的には成功したものの視聴者の批判を受ける、結果となってしまった。さらに翌年の同番組でも、同様のトラブルを多発させたことにより、1996年大晦日以降は、軌道修正を行うまで視聴者の批判を受け続けた。 ありがとうございます。